室の泊まり室津港に、まあ、今到着したんですけれども、歩きながら少しずつ、まあ、見ていきたいと思います。この室津っていう町はですね、室津っていう港でしょうかね、あの室の泊まりと言われまして、古来からずっとですね、まあこういうふうな港ということで、古くはなんかまあ遣唐使船がですね、まあここに着いて、これからまあ中国へ唐へ行ったというような話があります。まあ古来以降もですね、そういうふうにあの民へ行く船とかね、それからあとあの向こうの方から来る、あの例えば、朝鮮からですね日本の方に、朝鮮通信使なんてのが、まあすごい数のですね、まあ、従者を従いまして、まあ、来たんですけれども、それなんかもこの一旦ですね室の泊まりですかね、ここに泊まって、それからまあ都の方にまあ行ったということですね。朝鮮通信使ですから江戸時代ですからね、江戸まで行ったのねという感じで、ここが室津港なんですけれども、まあ、まあこんなもんですよね、こんな感じで、私も私の妻のまあ実家が新潟の荻港なんですけども、同じような印象がありますね。まあこのぐらいの程度の大きさの港ですわ。ここはまあ漁港なんだろうね。昔はそんな感じでいろいろと外国船のとが行き交ったりですね、国内もまあいろいろまあの船でにぎわったというところなんだけど、今はまあ漁港としてまあ栄えているようですが、それもすっかりもう寂れてしまったという感じですけれども、まあその寂れ方は私の印象ではまあ新潟県の荻港、荻の町ですね、あれと同じ程度だなと思いますよね。そう寂れたという印象はちょっと明るい、今日は天気がいいし明るいからね、そんな感じまではしませんね。ゆったりとした漁港ですね。はい、じゃあ一旦ここはこれで。